分からん10万そうね10コストコ12、3万しだもんね、うん、でもこれはかおなんか格好は負けず劣らずな感じですよ。本当やカードが入る SD カード入るね。入る。うん。もうこいつだけでじゃあ撮影もできっちゃう。でもどこにつけちゃうの。日本語のマニュアルこれだけ。これ全部外国語のマニュアル。もうちょろって、うん、大したことないマニュアルなんで。はあ、過半数は飛ばし方やろうしね。組み立て方乗ってない。すごいね。嘘。組み立て方乗ってないと。乗ってない。乗っとるなら最初に乗っとるやろ。うん。もう組み立った状態の話をしようね。あ、これ来るか。あ、あったあった。よし。まずこいつはいらんね。あ、結構重いね、これ。うん、重い。適当なプラスチックじゃないね。うん。これで、くぬぎ林を把握できる。うん、どこまであるか。いつ行くっちゅう28やね。うん、えらい広かったもんね、あそこのくぬぎ林。広かった。あのくぬぎ林を攻略するためにこのドローン買ったような前にね。そうで、そう。でも草が結構まだはあそこは高い県がない可能性あるとか。いや、もうないよ。一回しま小指がすげえ。ん？小指が。あ？小指が。銅線。うん。むき出しやね。むき出し。錆びそうやねなんか。雨降らんことを願うしかないね。28日。28日めっちゃ冷えるちゅったね。あ、そう。うん。雨はどこないち？このカメラで充電せなきゃいけんじゃない？どのカメラ？このカメラ。いや、違うよ。つなぐとかな、こいつと。うんうん、ならいいけどね。あ、こっからあれがいっちゃう。どこに使うかわからないけど。どこ行っちゃう？どこ？あ、これを？これで当ててこう。これで当てて、うん、締める。うん、締めるやつやったんじゃね、うん。ただそれだけのためのしないじゃん。うん、それぐらいしか使い道なさそうやね、その形状。なんか足も簡単そうね。ほら、もうペペってつけるだけですよ、たぶん。なんかもうめっちゃ簡単そう。ここにはめて、クチュッと回しするだけで。そういうとこに。なかなか。こっちがだって掃除しか入らんもん。そうね。逆じゃない？足逆じゃない？ああ、そうか。簡単なやつよね。外すときさえ押せばいいじゃん。はまったら一緒で。はい。押して、押して外すと外れんやん。まあ外すときね。ああ、外れた。押して外すと外れるでしょ。
かっこいい。もうかっこいいよ。またカメラ、大事なやつで。ん？カメラ撮って。カメラここじゃない？あ、これバッテリーか。カメラこれ。幅がずっと。うん。これ外さんで飛ばすとアホやね。うん、なんか曇ったやろね。ああ、カバーを外さんで飛ばす、うん、そうそうそう、なかなかおらんやろ。おっかな、真っ暗やね、うん、しかも俺たちみたいに一発勝負の時に真っ暗に飛ばしたの最悪やね、うん、クッションってあった？クッション？それじゃない？クッションっぽくない？あ、それだ。それクッションやと？うん？クッション？うん。なんか複雑っぽい作りしてない？それ。違う違う。あの、クッション入ってるの。シンプルなの。あ、そうやった。じゃあもうほんとトイレ外さんでいいじゃんね。本体から基本的に、うん、ああ簡単や、これスライドスケールあ、こうか、うん、でロックはロックせなやばいね、うん、ロックせなすごいと、うん、でも線つけてなくてさ、あ、ここでロック、オッケー、え？線は線つながないけどね、こことここやけどすぐできる、ちょっとかっこいいな、うん、これはライトかな、白いとこは分からん、ドローンって光るイメージが強いね、なんかピカピカ、線はこうやね、ほらすごいよこれ、USB どっか挿して、ああはいはい、重くなっちゃうよだいぶ、ん、結構重いよ、それにバッテリーやろ、うん、バッテリー、今日ヘプシヘプシ言うね、今日どうしたの、風邪ひいた、風邪ひいたかもしれないヘプシとは言えてない簡単にできたね、案外以上、うん、どこですか、じゃあ28日、大分取りに行ってきます、それまでに練習しとかなきゃね、兄さん2日しかない、あ、そう、20分が2回しかない、そう、うん、大丈夫よ、もう多分一緒やけん、あ、そう、うん、あ、操作性は似とる、うん、多分でももうこれで逃げれるけん、逃げボタンがあるけんこれ GPS 積んどるけんさ、うん、飛ばした位置に戻ってくる、はい、もうやばいっちゅうんだ、瞬間に押せばいい、そういうことね、うん、すっとはもう帰ってくる、え、これでも電池買っとかないよ、これ電池やった、絶対電池よ、わざわざ電池だけ買い忘れて買いに行く、炭酸4本結構忘れるよね、よし、それではいいよね、うん、ご視聴ありがとうございました。